強いね寒波の後の、次の日の朝です。今がね朝の7時なんやけど、この温度計でもねマイナスなんよな、マイナス3度ぐらいかな。でねこちらの方が見るとやっぱマイナス3、マイナス4度ぐらいやな。あーちょっとね危険気温やったけんな、危険温度やったからね大丈夫か心配なんですけどね。まあ今日仕事なんで、今から出勤してきますけどね、やられてないならいいけどね、ちょっと心配ですね。はい、とりあえず仕事に行ってきます。はい、このね、撮影時はね、土曜日の朝、2月の20日やな。これからね、今日から土曜日を含めた土日月かの、3日間はですね、最高気温が20度超えの、温度ということで、なんか5月並みのね気温というようなことです。寒波もね過ぎ去ったんで、こういうふうにね、2階にね2階のあの廊下に対差してる、多肉をね、外に出したいと思います。2日ぶりかな3日ぶりか、ということになります。今からね、こちらのやつを外に出したいと思います。はい、ここはね、外のね、2階のベランダです。出しながらね、気温もね先ほど言ったように5月並みの気温がこの後続くんでですね、こういう風にね水やりを一気にやりたいと思います。急に暖かくなるけんね、まあ蒸れんのやないかなと思うんですけどね。まあ3日間、その後もねずーっとですよ、暖かい日が続くんで、一気にねちょっとねやりたいと思います。ちょろ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 やるのが自分ですけどね、たまにはねこういう風にね、ほんとあの鉢底からね水がこう出ていくようにたっぷりあげる日もありますよ。たっぷりあげると結局、水がね鉢底から流れて、結局流れると同時にねそこからあの空気を取り込んで、して老廃物もね流していくんですよ。悪いね有害なね、物質というかね、そういったのを流していくんですよね。だからやっぱねたまにはたまにはっていうかね、基本的にはやっぱり、水やりするときはね、たっぷりとあげる、メリハリを効かした水やりっていうのがね、正しいね、やり方だとね、思います。こう基本的ですよね、それの方がね、植物に水やるときはですね。はい、とりあえずこの分はこの2トレーはねこんな感じでいいかなーってね思いますけどね。他にもあげていきますけど、はい、一気にたっぷりあげました。はい、まずこの2トレーね。はい、次はね、こちらの、多肉に水をねあげていきたいと思います。こういうふうにね、こちらも今回はねたっぷりとあげていきたいと思います。こんなふうにね、いつもはちょろちょろがね、まあ、さっきも言ったように多いんやけど、こういうふうにねザーッとザーッとね、まあ群れはねしないとは思うんですけどね。はい、まあここには実験中の火祭りとかあるけど、真っ赤になってたんやけど、やっぱりね2日ぐらい、室内に入れると火祭りっていうのはすぐねこういうふうにね緑色がかってきますね。火祭りはやっぱねこうなんていうかな、日当たりのこう反応がいいというかね、いいというか悪いというか、すぐね色がこのようにこう冷めてきますね。隠れはね、まあ、室内入れてたけどこんな感じでね、この真ん中の赤いやつね、隠れとかはあんまり落ちがないかな。火祭りがやっぱ反応がね、すごくあるかなという感じ、なんかそんなイメージがありますね。はい、こっちにもねありますけどね、
本当ではね、穴が開いてねえから下にね、水がこのまんまやったら溜まっていくんで、後で抜かないとね、いけませんけどね。こっちもありますけどね。こっちもね、これにね、アエオニウム。アエオが多いね。はい。一気にね、こういう風にあげます。ただのね、ただの水やり動画、ただのシャワー動画になってますけどね。はい。久々ですね。こんなにたっぷりやるのはね。まあ汚れも取れるしね、歯のね。そこら辺はいい感じかな。というふうに思います。はい、一旦止めまーす。水やりをね、終えた、苗をね、このように、並べてみました。こちらはね、あまり土壌回数少ないですけどね、挿し木とかね、葉差しのゾーンなんやけど、あんまりうまくいってないんでね、出したくないんやけど。特に葉差しの方がね、ちょっと考えないといけないですね、やり方はね。勉強していきたいと思います。はい。で、こんな感じでね、並べてます。手前がね、こういうね、お気に入り苗やな。登場回数の多いね、コロラビン、ソーフレン、リンゼアナね、エボニーやカオニー、最近いいなっていうね、これがね、コロラータロメオルビン、めちゃくちゃ綺麗ですね、これね、山下ね、で、こちらが、トランペットピンキー、しっかり日に当ててね、あれすると歯はこう短くなるというようなことでね言ってたんで、あ、まあこういう感じかなというとこやね、ここら辺がね、これがまあ以前からの歯なのかなという気がします。で、こちらが青鬼ね、で紫式部に、こちらがね、乙女心の石化の、都鳥かと、アメストローにね、アルゼンチンハイブリッドか、この2つはね真っ赤ですね、に奥がこれがラウイね、こんな感じです。他もね、これがなんかね最近人気があるとかいうか、よく目に留まるね、グリーンピアかな、ピアかな、あ、そうやな、グリーンピアやね、サンタリナね、オビフェル、ヒアリナノと、オビフェルムとプリドニスかね、マジックサバナね、真っ赤にしたいんやけど、このね、オレンジ色もまあこれはこれでいいかなという気がしてますけどね。はい。で、秋さんからの、ゴールドクイーンがね、あとこれはリンゼアナハイブリッタとかね、コロラータベビーフィンガー、リンゼアナカントリスね、レモンビーサンタリア、リラシナリンゼアナね、この都踊りがね、植え直したんやけど、ちょっと厳しいかな。ね、こんな感じやけどね。ついてくれるといいですけどね。桃太郎ね。あとは、これはお来さんの苗をね、差し木したやつやね。無事ね、ちゃんとついてますけどね。まだサイズ感は小さいけど、こんな感じです。で、下の方はね、こういうね、ここら辺は、アイオニウムが多いかな。これがいいね、バレリーナ、いい色です。歯の形もね、こういうのは好きですね。で、サンバーストの石化とかね、スパツラーツもね、こちらはね、ちょっと鉢が大きいやつかな。まあここの、ゴーストマスとかヨヒは違うけどね、マルバーメストロー、ファイヤーピラー、この間買ったばかりね。で、ラウリンゼ、サランの大きいやつやね。これもセットに入ってきたやつやな。これが、あ、リーモン、そうそう、リーモンやね。と、ラタモン。ね。なかなかいいやつです。それと、まあ、日当たり実験をしてたね。火祭りですね。あとは、まあ、こういう感じ。対比中に空が尻尾で苗を抜いた、イサドラがこんな感じですね。はい、今この撮影中もね、空が相手に知るよみたいな感じでこういうふうにね待ってます。なんか空、
ぶちゃん、なんか、ぶちゃん、なんか、遊ぶかも。遊ぶか、くーちゃん。なんか、くーが待ってます。こんな感じでね。はい。これでね、撮影を終えて、ちょっとくーとね、遊びたいと思います。はい。それでは、今日の動画終わりますけどね。チャンネル登録とか、グッドボタン、協力していただけると、すごく嬉しいです。はい、これで終わります。それではまた。